からになってるから購入してこれだよね。そうだこれになってるから、あ、ほん重ねればいいか。田島春の秘蔵ビート、これは俺のじゃねえ。え、違う、あれ、カノ君ももう出てるやつこれ出てんの残されたメモリーカードの遺産。え、カノ君これ3000で作ってる。そうじゃない、多分。へえ、ぽいな。それでビートライブしてんの。え、俺？俺はこれ使ってる。いいですね。MK2 か。そう。なんか優しい。これも俺のじゃない。なんかすごい、すごい。このエスカレーター気持ち悪いんだ。気持ち悪いですよ、これ。でも、こんなにエスカレーター動いてるとこ、正直見たことないから。ですよね。めっちゃ止まってるんですけど。すごいな。初めてこんな入った。チェルミコだと僕は思います。いや、もちろんチェルミコさんもすごいんですよ、もちろん。マミちゃんもレイチェルもすごいんですよ、ほんとすごいと思いますよ、もちろん。ブロック F も全部聞いてます、聞いてるんですけど、そこにパーシーさんがいて、こう調和ができてるみたいな。わかります？わかんないですよね。わかんないと思いますけど、こうお刺身に醤油つけて食べるんじゃなくて、わさびがあって初めてお刺身が成り立つみたいな。わかります？わかんないですよ。でもそういう感じです。僕はすごい好きなんですよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよね。大丈夫かわかんないですけど、でも僕は本当に好きっていうことを心から伝えたい。ありました、ありがとうございました。え、どういう感じのやつなんですか？ちょっとどういう感じ？ちょっと生き残った5人でしょ。いや、ちゃんとあの確かに撮りたい。 YouTube にあの動画撮る。 YouTube に写真。いやー、まあ、ありがとうございます。ほんまに寄ってるうちに、明日ほんまにいろいろありがとうございます。ほんまに、いえいえ、大阪たくさん行きたいんで。いや、もうぜひ来てください。まあ、ほんまに。パーシーさんの YouTube やこれ。パーシーさんの YouTube やこれ。アンツと芭蕉さん、この間のツアーファイナル来たんですけど、酔っ払いすぎて会場の端でなんか大声で喋ってて、りょうくんに怒られてあれはスクリューのせい。いいな。